およそ27時間漂流していたとみられます。東串良町の海岸でサーフィンをしていて沖に流された男性が昨日およそ30キロ離れた志布志湾沖で救助されました。男性の命に別状はないということです。海上保安部の職員らの助けをもらいながらゆっくりと巡視艇へ向かう男性。男性のものとみられるサーフボードも映っています。志布志海上保安署によりますと、おととい午前10時ごろ、東串良町の柏原海岸でサーフィンをしていた宮崎県都城市の41歳の男性が沖に流されました。その日の夕方、男性の妻から夫が帰ってこないと警察に通報があり発覚し、海上保安庁と警察が捜索を行っていました。そして昨日午後1時過ぎ、柏原海岸からおよそ30キロ離れた志布志湾沖の海上で通りかかったタンカーがサーフボード上で手を振っていた男性を発見、救助しました。男性は脱水症状などはあるものの軽傷で命に別状はなく、足がつった、気づいたら沖に流されていたなどと話しているということです。ところでこの夏、県内では鹿児島市喜入温海町で海水浴をしていた66歳の男性が死亡するなど海での事故が相次いでいます。実管本部によりますと、先月から今日までに県内では22人が海での事故に遭い、このうち9人が亡くなっているということです。